江島竹春は、石川県金沢市出身で武蔵川部屋に、所属していた、元大相の力士。現役時代の最高位は、東大関。現在は年寄り、大鳴門。石川県金沢市生まれ。原文寺幼稚園、金沢市立森山町小学校、金沢市立鳴和中学校、金沢市立工業高等学校を経て、中央大学法学部卒業。 血液型は A 型。現役時代は身長 180cm、体重 165kg であった。特異種は押し出し、右四つ、寄り切りで立ち合いからの鋭い出足を生かした速攻相撲だった。出足が咲いた時には自身の四個名にちなみ、出る出る出島と称された。これについては本人も意識していたらしく、2003年3月場所、横綱。 朝昇竜を破った時の勝利力士インタビューでは、これからも言われるよう頑張りたいと話していた。また、肌が他の力士に比べ非常に白く、前述の取り口との関連から白い弾丸のあだ名があったほか、美白ブームとなった時は美白力士とも称された。当時、美容研究家の鈴木園子からも検証を出されたこともあった。同じ石川県出身の土地の名田は同期生で、 幼少時代からの良きライバルである。また、学生時代は柳川もライバルとされていた。一人っ子で、趣味は、陶芸、好きな言葉は、流した汗は嘘をつかない。相撲が盛んな土地柄に育ち、小学1年生の時に、町内大抗の相撲大会に出場させられたことが、きっかけで相撲を始めた。中学に入学し、監督に誘われて相撲部に入部したことを契機に、 相撲に本格的に取り組むようになった。3年時には全国大会の個人戦で2位にまで上り詰めた。しかし、稽古があまりに厳しかったため常に退部届を出すことを考えていたが、結局先生が怖くて出せなかった。また、全国大会で準優勝したことで複数の相撲部屋から誘いもあったが、当時は怖い世界と大相撲に進む意思は全くなかった。 その一方で、花を咲かすした準備が中学時代だったとも後に語っている。高校生の時には7タイトルを獲得した。高校横綱を獲得しただけでなく、国体の個人戦でも優勝を果たした。高校卒業後には、中央大学の監督やアマチュア横綱を獲得していた3つ上の先輩であった栗本に誘われ、なり物入りで中央大学に進学した。 しかし、一年の時こそ、先輩の栗本や松本の胸を借りて厳しい稽古を積むことができたものの、上級生になり、出島にかなう稽古相手がいなくなったことで慢心し、伸び悩んだ。強い稽古相手を求めて、相撲部屋で稽古しようにも、大学が八王子市という相撲部屋から遠いところにあるため、都心にある他の大学の相撲部員のように力士の胸を借りることができなかった。 結局全国学生相撲選手権大会と全日本相撲選手権大会で一度も優勝することができなかった。自身の在学中から当時すでに武蔵川部屋に入門していた竹明山から大相撲に入るよう誘われていたが少年時代からの大相撲のイメージを引きずっていた出島はプロ入りを渋っていた。しかしビッグタイトルを逃した。 悔しさから4年生の11月になって、ようやく入門を決意し、武蔵川部屋に入門した。1996年3月場所において、幕下付けでで初土俵を踏んだ。部屋では、武蔵丸や武蔵山といった稽古相手に恵まれ、本人が大学の4年間より、プロに入っての半年の方が伸びたという通り、番付を駆け上がっていった。立ち合いからの出足は、プロ入り以降、 武蔵川の厳しい指導によって鍛えられたものであり、入門前はむしろ学生相撲出身者にありがちな立ち合いの甘さがあった。入門から半年の同年9月場所に初土俵から3場所で重量に昇進し、重量も3場所で通過して1997年3月場所に新入幕を果たした。ここまで負け越し知らずの出世だった。 新入幕の場所はいきなり11勝4敗の高成績を上げ、関東賞と技能賞を同時に獲得する。翌、5月場所は7勝8敗に終わり大相撲で初めて負け越したものの、同年、9月場所では前頭筆頭の地位で当時2人横綱の高野花、明けのを下し、2個の金星を獲得するなどの大活躍でに横綱一大関に勝ち11勝4敗の 成績を上げ、翌、11月場所は小結びを飛び越えて、関分けに昇進した。この頃はまだ大一丁すら祝えていなかったが、次第に、直期大関候補と注目され始めた。しかし、その11月場所7日目、大学の先輩、玉、かすがとの取り組みで土俵際まで追い詰めた際に、左足首に大怪我を負ってしまい途中休場し、1ヶ月以上の入院を余儀なくされた。 その後1998年、1月場所と3月場所を全休して、5月場所に、全頭11枚目で復帰してからは、7月場所でまたもダブル金星でに横綱一大関に、勝ち10勝し、主勲賞、その後も順調に番付を上げて、同年、9月場所で三役に返り咲き、勝ち越しを続けた。1999年は、3月場所に、小結びで9勝6敗。 5月場所に、関脇で11勝4敗を挙げたが、相撲内容から三勝候補からも外された。それでも、順を当地とも言える名古屋での7月場所は、大関取りの場所となった。この場所は、初日から快進撃を見せ、7日目に明け物を救い投げで、ひっくり返し、9日目には高野花を豪快なはず押しで、見事に押し倒しで勝利した。九日目の支度部屋で、高野花は、 出島の出足は、横綱級だよと褒めたたえるコメントを残している。しかし自身は4日目のこと2式と11日目の海王にそれぞれ敗れ、出島に負けただけの明けのに、星の差一つで追走する形となった。金沢から大応援団が駆けつけた千秋楽は、関脇、土地あずまを寄り切りに破って、幕内昇進後自己最高となる13勝2敗の成績を挙げて、 結びの明けぼのの結果を待った。その結びの一番は、兄弟子の横綱武蔵丸が救い投げで明けぼを下し、明けぼのとの優勝決定戦にも連れ込むこととなった。その大一番は、手島が立ち合いに、左から稲す注文相撲を見せて、明けぼを破り、念願の幕内最高優勝を果たした。優勝パレードの騎手は、弟弟子の宮城山が務めた。さらに、この場所は、 1992年に1月場所の高花田以来となる7年ぶりにョートリプル受賞を果たした。場所後にはついに大関の座を射止めたが、学生相撲出身力士の大関昇進は、1983年3月場所後の朝日を以来、16年ぶり4人目のことであった。昇進伝達の使者を迎える工場では、力の武士を目指し、精進、努力すると語った。 新大関で迎えた1999年9月場所は10勝5敗とまずまずの成績だった。それ以降10勝前後の安定した成績を上げるも、大関での最高成績は2000年3月場所の11勝で、千秋楽まで優勝争いに加わることは一度もなかった。2001年1月場所は7勝8敗と大関で初の解禁負け越し。この場所は、 連日土俵際で叩き込まれて負けていた。初のカド番で迎えた3月場所は、先週楽に、朝昇龍を下して8勝7敗と勝ち越し、過労うじてカド番を脱出した。だが5月場所では10日目に玉春日に敗れ2勝8敗と、再び負け越しが決まり、この場所は5勝10敗に終わった。2回目のカド番で迎えた7月場所では、初日から3連勝したものその後に連敗。 放火式炎による発熱で緊急入院したため、6日目から途中休場。同場所の再出場は叶わず、2場所連続負け越しにより大関から関脇へ陥落が決まってしまう。この放火式炎は、医師が普通の人なら死んでいるというほどの重度のもので、1ヶ月あまりの過量を余儀なくされた。入院中は最大42度の高熱に苦しみ、 退院後もしばらくは38度台の高熱に苦しんだ。この大病については後に本人が大関に在位することから来る負けられないというプレッシャーによって精神的にやられ免疫が弱っていたのだろうと10回している。1999年7月場所以来約2年ぶりに関脇の地位へ下がった2001年9月場所十勝。 以上の大関特例復帰をかけて臨んだものの、結局5勝10敗の負け越しに終わった。その後も2003年3月場所に小結、5月場所に関脇へと戻ったものの、それ以降はほとんど平幕上位での相撲が続いた。大関から転落後しばらくは、放火式へにより蝕まれた足が痛々しく、相撲ぶりにも粘りを欠いた。またこの頃、 講演会の会員数が減るなどの悲哀も味わい、後に人間の冷たさ、白状さ、手のひらを返すということを勉強させてもらったと語るほどであったが、同時に引き続き応援し続けてくれる人が本当のファン、講演者であるということも改めて勉強して、大切なものを再認識できたとも語っている。さらに、インタビューなどでしばしば横綱、大関と取れる番付にいたい等と、 上位で相撲を取ることへの意欲を語ることが多かった。横綱、大関とも十分に渡り合えるだけの実力を長期間保ち、元大関としての教示も持っていた。2003年1月場所は高野花に、勝ち優勝争いに加わり、2003年3月場所では、朝青龍に勝ち2場所連続横綱に勝ったり、2003年11月場所は重量陥落の危機だったが、 力の違いを見せ11章、2004年9月場所は、初日から5連勝し、優勝争いに加わったりするなど、具合が良い時は活躍する場所もあったが、2002年7月場所は、右膝人体損傷と、外側人体損傷で、途中休場、2003年7月場所では、右膝半月板を損傷し、全球、2004年11月場所では、 左足ふくらはぎ肉離れで途中休場するなど、怪我が良くなったり、悪くなったりを繰り返していた。2004年から2006年頃は、貢献性同様、千秋楽7勝7敗で迎えることが多かった。しかし、それが最高の形で現れたものが2007年であった。この年は、出島の活躍が目立ち、復活を印象づけた。前で迎えた1月場所は、 序盤は出足がさえ、二日目に大関白鵬を押し出しに破り、三日目には横綱、朝昇龍を土俵下に叩きつけて圧勝し、大関陥落後二個目、朝昇龍からは初めての金星を挙げた。しかしその後は一点、二度の五連敗を喫して四勝十一敗と大きく負け越し、主君勝を一した。次の三月場所も七勝八敗と負け越して、 全党二桁台に落ちた五月場所では、初日から八連勝という自己新記録を打ち立て、中日勝ち越しを決めた。結局その場所は12勝3敗の好成績で、優勝した場所以来となる実に47場所ぶりの関東賞を受賞した。11月場所では、中日に全勝であった、千代大会を破るなど活躍を見せ、西全党二枚前で10勝5敗と勝ち越し。 三勝候補にも上がったが、過半数にわずか一票足りず受賞を逃した。2008年1月場所は、27場所ぶりに小結び復帰を果たしたものの、三勝12敗と大敗。これが、現役最後の三役の場所となる。その後は、出足が鈍り、叩く相撲や立ち合いの変化が増えた。同年、九月場所での勝ち越しを最後に、ついに二度と勝ち越すことはなかった。同年、 11月場所では、初日から6連勝するも、その後9連敗を喫し6勝9敗と、負け越してしまった。2009年3月場所初日に、国会に駆け投げを喰らい左腕から落ちて、肘を負傷した。休場することこそなかったものの感知することなく、結果的には、相撲人生にとって致命傷となった。幕内優勝からちょうど十年が経った二千九年、七月場所は、 下に2枚しかない状況で10日目に負け越しを喫し、厳しい状況となった。翌11日目にも豊野島に敗れて2勝9敗となり、重量陥落が濃厚となったため、この相撲を最後に現役引退を表明した。関脇陥落の後、大関へ再昇進することなく丸8年間48場所にわたって3役以下の幕内で相撲を取り続けたが、これは、 元大関としては、当時史上最長記録の第一位であった。明物と相性が良く、6勝6敗と互角であった。引退後は、すでに所有していた年より、大なる党を襲名し、武蔵川部屋の部屋付きの親方として、更新の指導に当たっている。引退相撲が2010年5月29日に行われた。現在は、審判委員を務めている。 2014年7月30日、豪栄道の大関昇進の伝達式では、同じ一門の出来山理事に同行し、使者を務めた。また2018年5月30日の土地の新の大関昇進の伝達式でも、同門の出羽の海理事に同行し、使者を務めている。2021年3月場所中日の3段目の、取り組みで落下した力士の直撃を受け、 右目付近を負傷し、退場して、両国国技館内の相撲診療所で治療を受けた。9日目の取り組みには入る予定が示され、高田川審判部副部長は、本人は大丈夫と言っていたと説明した。カッコ内は、勝ち数、不数の中に占める、不戦勝、不戦敗の数。太字は2020年11月場所現在の、現役力士。 ありがとうございます。